過払い金の確認なら司法書士法人中央事務所がお送りします。名 FM トラフィックアップデート、日本道路交通情報センターの鈴木さん、お願いします。はい、首都高速道路の状況です。三郷線の下りは八潮南であった事故に伴う通行止めは午前11時10分に解除になり、通れるようになっています。なお事故の処理が続いているため、下りの八潮南で一車線が規制されていて、中央環状線の外回りの千住新橋まで7キロの渋滞です。この影響で上りも4キロ渋滞しています。この事故に伴い、上下線の貨幣の入り口は利用できなくなっています。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは、東海ジャンクションに故障車が止まっているため、川崎浮島ジャンクションまで9キロの渋滞です。高速道路などの状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは、松戸インター付近で9キロの渋滞です。千葉県の京葉道路は上りの京葉ジャンクションで2キロ、下りは船橋料金所付近で1キロの渋滞です。東関東道の上りは千葉北インターに大型トラックが止まっているため、3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。鈴木さん、ありがとうございました。 BFM トラフィックアップデート、次は12時57分頃にお伝えします。